第08ガンプラ部、ここなら誰も来ないと思います。改めまして、2年の高麗よりです。 C 組の学級委員で転入生の彼を案内。私は3年 A 組の三神楽優衣。彼とは。そうだったんですか。じゃあ、ええ、でもごめんなさい。そんなことないです。私も生徒会の私みたいな考えの生徒も。でも表立ってそんなことを言ったら、君にはどうしてこの学園が今みたいになってしまったのか。もともと私は1年、その頃の生徒会はみんなこの学園をより良くしよう、もっとガンプラに打ち込める。でも春休みが明けて私たちが2年生になった頃だった。ある2人が元生徒会役員たちにガンプラバトルを挑んできたの。1人は現副会長の瀬名大輔、そして現生徒会長の椎名優希。元生徒会役員もみんな強かったわ。実際それぞれが全国、2人は圧倒的な力で元生徒会役員を蹂躙。元生徒会役員の誰も。そんな元生徒会役員が生徒たちから支持され、だから次の生徒会役員選で立候補した彼らを、まるでジオンの亡霊やコスモ貴族主義に。ガンプラバトルで強い者が正義、弱いガンプラビルダーは悪であると。入学してすぐでしたけど覚えてます。でもまさか今みたいな状況になるなんて。副会長の瀬名君は政治家の親を通じて、だからこのガンブレ学園を含む都市、残っていた他の生徒会役員たちもすぐに辞めさせら、そうして学園内に誰も反抗できる者がいなくなって。そこからは私も分かります。強者こそが正義。ガンプラのその生徒会の方針がそのまま学園の方針になって、まず去年から学園内ランキングが導入されたの。これは毎月ランキングバトルは 3-on-3 の G キューブ形式。撃墜数だけでなくランキング上位者には学園側からの資金的人材的、それだけならバトルに強い学園を目指すということで問題。ランキング上位者にランキング下位の人は逆らえない。こんなのおかしいですよ、ユイセン。そうね、ごめんなさい。私たち元生徒会がもっとしっかりしていれば。そうね、ありがとう。今さら。え、それってユイ先輩、私やり、よりちゃん、だってこの学園は私たちの学園じゃ。それに私には彼が何か新しい力をもたらしてくれる。彼が新しい。ごめんね、私君をこんな戦いに巻き込みたくなかった。でもやっぱりいおりちゃんと同じ、どこかで期待し都合のいいことを言ってるのは分かってる。だけど私たちと一緒に生徒会と戦って。生徒会規定事項6条4項、学園の生徒良子、生徒会に通報があった。お前たちがここで生徒会への反逆を。生徒会初期の大鳥良子さん、先ほどの話にも出た前の生徒会役員で、それから生徒会を支持するチーム、さっきのチンピラみたいな人たちもラプラスの盾だって言ってました。誰がチンピラだこれ。うわ、出た。今度こそぶっ潰してやる。やっぱりチンピラそのものじゃないですか。2年のコウラとお前は転入生か。悪い。嫌です、彼も私も。よりちゃん、仕方ない。それで行くぜ俺。先ほどバトルが終わったばかりなのにまさかの連戦。ここに再度レジスタンス三神楽優衣の前に立ち、さあこの
私は私の誇りのために戦いたい。大鳥涼子、出る。始まりました G キューブ。実況は私、放送部部長チャクのリンコが行いますよ。お前の実力見せてもらおう。第三勢力出現しました。両チームここからどう動くのか注目していきましょう。やれるときにやれることをするのが本気。いや、ガンプラビルダーというものです。私は逃げも隠れもしない。さあ、かかってください。おもしれえ、立ちやりようぜ。プレイヤー5、撃破されました。プレイヤー4、撃破されました。ブルー、ポイント獲得です。さあ、次のクエストもどんどん行きましょう。ちょ、マジかよ。おっさん、逃げんな。現在回収中よ。この一撃で仕留めてみせる。隙が見えたわ、落ちろ。撃破されました。チームブルー、ポイント獲得です。さあ、次のクエストもどんどん行きましょう。忘れてた、次クリアすりゃいいんだよ。次面白い、ガチでやりようぜ。チームブルー、ポイント獲得です。さあ、次のクエストもどんどん行きましょう。ガーデン確認。これより破壊するわ。やり、使いなさい。プレイヤー5、撃破されました。やりましたね、チームブルー。これは大きなポイントです。もっと奪わせてちょうだい。討伐ターゲットが指定されました。さあ、どちらのチームが先に討伐することができるのか。クエストが始まった。ものによっては制限時間もある。気を引き締めている。この一撃で仕留めてみせる。このクエストは時間との勝負でもありますよ。さあさあ、通常の3倍のスピードでいきましょう。このクエスト、君ならどう考えますか。チームブルー、ポイント獲得です。さあ、次のクエストもどんどん行きましょう。まだ次のクエストがある。切り替えていくぞ。ひょっほっほ、面白い、ガチでやり合おうぜ。チームブルー、ポイント獲得です。さあ、次のクエストもどんどん行きましょう。ちょ、マジかよ。やりましたね、チームレッド。これは大きなポイントです。クエストクリア。次のクエストもこの調子でいくぞ。このクエストはチームブルーが持っていった。レッドも負けていられません。やべえ、忘れてた、次クリアすりゃいいんだよ。次プレイヤー6、撃破されました。この技はどうだ。腕試しとこうか。このクエストはチームブルーが乗っていった。レッドも負けていられません。は？クエスト失敗？クエストなんていちいちちゃんと聞いてねえよ。このクエストはチームブルーが持っていった。レッドも負けていられません。一歩前進だね。次のクエストも片付けちゃおう。キーパーク入った。素晴らしいプレイです、チームブルー。これは大きく成長が動きます。ちょ、マジかよ。おっしゃ、僕も無事でパーツ奪ってやんよ。フライの資金にして
チームブルー、青い流星に微笑みました。今回はな、急なバトルで準備できてなかったんだよ。格好悪いにも程がありますね。涼子、あなた、負けは負けだ。今回はおとなしく引くとし、安心しろ。これは正式なバトルではない。あのバカも涼子だが、これで終わりではない。さて、どこまで。それとでは失礼する。私たちは、そうね、何にしてもこれで私たちが生徒会と敵対するのは、日和ちゃん、大変なのはここから。はい、でも、ええ、どこに生徒会の支持者がいるかわからない。わかりました。これは私たちさ、くしゃくしゃっ。あ、やば、誰、あ、誰っていうか、ここ私の部室で、机の下でガンプラ。